はい、ヒルビール放送局 M キャストのマコネーです。今日も私と一緒にお昼過ぎのね、わずかな時間ですが、適当じゃないけども、ごめんなさい。16時間断食と、コラボ企画ということで、今週は、16時間断食に関するお話をしています。で、今日はですね、本当は野草とか薬草とか、まあ道端に生えてるね、草花のお話をしようと思ってたんですが、実は、朝歩きながら喋ってる、訳ありダイエットウォークの中で同じような話をしてしもうたので、まあ、ダブっちゃさすがにね、ちょっと同じ日にダブっちゃったらなんかネタないんですかってなんか怒られそうなので、なんで今日は違う話題にしたいと思ってます。で、私の16時間断食の中で特に重要視しているのがいくつかあるんですけど、まずはね、食事ですよね、食事。うん。次に、オートファジー。そう、食べる時間ですよね。そう。次に、お風呂、入浴を大事にしてます。はい。そして、睡眠。はい。あと、運動。まとめると、食事、オートファジー、運動、睡眠、入浴。この5個ですね。はい。まあ、まあ、どれとっても重要度は重要度なんだけど、まあ、強いて6つ目を入れるんだったら、ちょっとおしゃれに気をつけたいなというか、最近ちょっと、ウィッシュで、洋服を結構買ってます。ウィッシュので届く商品ってさ、まあ、お値段もお値段なんだけど、安いは安いよね。安いは安いし、ちょっとまあ、写真映えはしてたけども、商品はなんか安物っぽいよね、みたいなのも多いよね。やっぱりジャパンクオリティじゃないよねっていうものが多いんだけど、なんかなんか来月、再来月ぐらいにちょっと着たい服があるんだけどなとか思ってる時に、たまたまウィッシュを見たりすると、なんか無料、発送料無料キャンペーンとかにたまたま当たっちゃうわけよ。まあ、当たるようにできてるんだと思うんだけど、当たるようにできてると、できてるか、私がアクセスしたらそういうのが出るようにできてるんだと思うんだけど、まあ出るのよ。そうすると思わず、まあウィッシュってさ、海外発送だから基本的に、だから送料高いじゃん。基本的にさ、うん。本当、一着買うだけで、今は1000円以上だと400円、送料400円になるのかな？まあそういうサービスがあるんだけど、まあ、それにしてもね、さあ、500円ぐらいの服買って400円の送料じゃね、ちょっとね、って。あと、最近は私、お腹減って、なんか食べたいなと思うときは、なんか、ショッピングサイトをうろうろすることにしてます。はい。そうすると、ショッピングサイトをうろうろしてるうちに、あれなも欲しいな、これも欲しいな、なんか言ってるうちに、まあ、食欲は、なんか食べたいっていう気持ちは忘れちゃうので、まあ、そんな時にウィッシュとか、アマゾンとか、まあ、まあ、結構危険。そうそうそう。ただ、そもそも私のお財布の中に、私の口座の中に、そもそもお金なんか大して入ってないから、そうそう、暴走することはないのね。うん。暴走して買っちゃうことはないんだけども、欲しいものリストとかに結構ダーっていっぱい入ってる。そう。うん、まあ、そのうちその話題で、なんかまたお話したいと思うんだけど、今日は、ちょっとね、お風呂に関する私のこだわり、みたいな感じで、ちょっとお話していきたいと思っています。はい。まあ、そんなわけで、私は、お風呂大好きですよ。まあ、お風呂が嫌いっていう人も、まあ、いることはいます。はい。うん。私のね、女性の友達でも一人、お風呂が嫌いでさ、なんていう人がいて、お風呂は嫌いだけど、まあ、シャワーはっていう感じで、まあ、便宜上、
仕方なくシャワーを浴びるみたいな感じの子がいて、そう、臭かったらごめんねぐらいな感じの、まあ、ものすごいなんか、そんなタイプの子なんだけども、入浴、お風呂が好き、シャワーが好き、嫌いっていう人は、まあ、それぞれ個人的なものなので、私はどうでもいいです。はい。ただ、そばに近寄って、うわ、くっさっていう人は、ちょっと辛いよね。そう、それは男性も女性もそうで、よくさ、男性の匂いがどうのこうのみたいな、広告入ってくるよ、YouTube でも、アプリなんかでもそうなんだけど、最近よく見るのは、女性の9割方は男性の匂いに、嫌悪感を感じてるみたいな、広告が、最近なんかよく見るんだよね。まあ昔からあるけどさ、まあ私ね、ぶっちゃけね、女の子の匂いが苦手だよ。そう、女の子の朝起きた時の女の子の匂いがすっごく嫌い。多分女性ホルモンの匂いっていうか、まあ女性独特の匂いがあるよね。赤ちゃんでもないし、男性みたいにトゲトゲしい匂いじゃないんだけど、甘いような、ほわーっとした感じの匂いが、女性特有の匂いがさ、するんだよ。そう。女性はあんまりわかんないかもしれない。そう。男性は多分わかると思うな。私ね、ちっちゃい頃からさ、女性特有の匂いが嫌いでさ。そう。私ね、お母さんに、その小さい頃は、その匂いが、何の匂いかもわかんなくてさ、お母さんと一緒に、布団で寝たりするとさ、やっぱお母さんの、女性の匂いがするわけよ。ね。それがね、私ね、苦手でさ、お母さんにさ、お母さんと寝ると臭いから嫌だって言ったことがあって、まあ、その時は本当子供だったから、何も考えずに言ったけど、多分、うちの母、お母さんはね、ショックだったと思うよ。そう。まあ、もともとうちのお母さんは看護師さんなので、今の看護師さんはちょっと私よくわかんないんだけど、まあ、私の小さい頃のね、まあ、45年ぐらい前の話だよね、の頃の看護師さんってさ、洋服から何から何までさ、消毒液の匂いがしたのよ。だからもう、お母さんが帰ってくると、玄関開けた時にはもうお母さんの匂いだとわかるぐらい、消毒液の匂いがしてたの。まあ今そんなことないと思うけど、いろんなのができてさ。そう。だからね、お母さんにはね、結構ね、はっきり、お母さんの匂い嫌いって、まあ何度も言ってる気がする。そう。まあね、本当ごめんなさい。そう。まあそんで、もうお母さんに限らず、まあ、過去に何度か女性と付き合ったことあるんだけど、やっぱりね、他の女性と付き合って寝たりした時に、あ、これは女性の匂いなんだって。そう、初めて気づいたくらいなの。だから私ね、化粧品とかでもうほんとさ、匂い武装してるガチな女の子もかなり嫌いだけど、そう、くっさ くっさいよ、君。そんなに臭い匂い立てて本当恥ずかしくないのってぐらい、くっさとか思うの、正直。そう。でも、寝起きの女の子の匂いも嫌い。そう。だって嫌いなんだもん、仕方ないじゃないか。そう。まあね、一緒に生活してると、まあ、だんだん慣れてくるけど、私普段さ、今現在は女の子と一緒に生活してないから、まあ、そういう被害はあまり気にしないけど、でも、過剰な香水、過剰な化粧品の匂いとかは、本当に臭い。そう。本当に、この化粧水、何パーセントこの匂いでお金取ってるんだろうみたいなのあるじゃない。そう。まあ、そういうのは嫌い。嫌い。嫌い。そういうのをいっぱい塗って、本当は
振りまきながら歩いてる女性のそばには近寄りたくない。まあ、そんなわけで、まあ、私の好き嫌いは置いといて、まあ、入浴のお話なんだけど、そう、まあ、入浴自体はリラックス効果があるだけじゃなくて、もちろんダイエットや健康効果もものすごいあって、日本ダイエット健康協会と姉妹協会みたいなやつで、まあ、入浴に関する検定もやってたりするの。うん、だからね、私はもう入浴すごい興味あるんだけどさ、あのお風呂の入り方ってまああのいろいろあるじゃない。そう、まああのその中でさ、まあ私が実践してるのはって実践してるってわけじゃないんだけど、あのうんと、まずね、私のこだわりはシャンプーは使わない。うん、そう、もうね、10年ぐらいシャンプー使ってないんじゃないかな。そう、もっと使ってないかもしれない。その代わり毎日普通のあの頭洗う以上に頭ゴリ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 マッサージしながら洗ってるよ。だからね、あの臭いって言われたこともないし、自分で触ってまああのうんとあのまあえなんだろう、そんなにあの髪質が悪いかなっていうこともない。うん、まああのまあ、ただね、私、ものすごい癖っ気だし、あの、気候によって、ほんと髪の毛左右されるから、まあ、あの、いつもボサボサだけどね。そう。あの、ほんと、ちょっと濡れてる時に、あの、ブラシした時だけ、なんか、まとまりだけで、それ以外基本的にボサボサなんで、まあ、あの、なんだろう。もう、ほんとね、あの男性をジェルで固めなきゃどうにもならないみたいな感じなんだけど、まあ、ジェルとかムースとか使うのも、もうジェルとかムースのあの匂い付きのやつはもうほんと臭い、やだ。そう、無香料のやつだったらまあ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 いいけど、でもと髪の毛をバッチバチに固めるのはあんまり好きじゃなくて、そう、まああのバッチバチにガッチガチに固めてさ、それこそ大昔の X みたいに立てるみたいな勢いで、日常的にあれを使うのはちょっと嫌だな。だからまあ、頭、シャンプーは使わないで、もうほんと、頭皮の奥の奥まで、もうほんと奥の奥まで、手のひらでかきむしるように洗いまくってる。そう。だから、あの、頭洗うだけで5分は、あの、頭ごちゃごちゃやってるね。と、まあ、うん、まあ昔にある人からシャンプー使ってるとハゲるよって言われて、そう、まあ私のあの予備校、私は中学校から高校に上がるとき、1回目で受験受からなくて2年間やったので、中学浪人経験したんだけど、中学浪人経験した時の予備校の先生の恩師がいるの。その先生がもう熱くそのシャンプー使ってるとハゲるよって言ってて、まあ、ある程度大人になってからまた同じような話を聞いた時に、いやシャンプーはもう使うのやめようみたいな感じでやめちゃったかな。そう、うん、まあストレスの有無で白髪が増えたり減ったりはするけども、まあね、あの白髪を染めたりするのも基本的に嫌なのね。だからまあロマンスグレーみたいなグレーな白髪になったらいいなと思うけど、まあ、1本2本あるとね、やっぱ目立つんだよね。ただ最近はあの気はほとんどね、もうストレスフリーの生活してるから、うん、やりたいことしかやってないから、まあ、お金はないけど、お金はないけどストレスフリーの生活してるから、まあ、白髪もちょっと減ってきた気がする。そう、まあ、そんなわけで、あのお風呂はそうなんだけど、まあ、体もね、基本的にあの洗剤はつけない。うん、洗剤つけない。そう、洗わないわけではないんだけど、本当あのうんと、なんだろう、ゴシゴシっていうわけじゃなくて、優しいタオルでマッサージする程度にあの洗うっていうか拭くって感じで、私はあの一人暮らしだからさ、あのお風呂の中でもうあのうんとゴシゴシガシガシって洗って、あとはもう流しちゃうみたいな。そう、流すついでにお風呂洗うみたいな感じでやってる。うん、そう、だからまあ毎日毎日新しいお湯みたいな感じだけど、でその時もうんとまあね、一人暮らしだからできるんだけど、基本的に体は洗わないでそのままあのお風呂が入っ、まあ
ねえ、うちはさ、蛇口ピピってひねると、もうほんとそのままカップラーメン作れますみたいな、熱いお湯が出てるんで、温水器から出るのよ。まあ、ちょうどいいにぐらいに温度にして溜まるまで、まあ、だいたいね、2、3分なの。だからお風呂入りたい、じゃあ、2、3分経って入ろうっていう感じで入れちゃうのよ。そう。だから、あれね、なんて言うんだろう。待ち時間もなく、さっと入るんだけど、まあ、その時はもう服脱いで、タッタッタって言って、足をちょっと入れてね、そう、温度確認してから。あるよ、私も温度確認したんで、足を入れた瞬間、キー冷たいっていう時はあるよ、何回か。今の部屋に来てからもあるよ。でも、まあ、今ちょっと片足突っ込んで大丈夫なの確認してから、ドボンと体洗わないで入ると。で、まあ、お風呂に入りながら、柔らかいタオルでちょっとゴシゴシとあちこち、洗いながらマッサージし、まあ、洗いながらマッサージしながら、足のね、足を中心にリンパマッサージをするかな。足を中心にリンパマッサージする。それはね、16時間断食始めた時にもうね、足がパンパンすぎて、もうね、足どこ触っても痛くて仕方なかったの。でも、レモン水の効果かな。まあ、レモン水とか、純リンゴ酢とか、トマトジュース飲むようになってから、まあ、マッサージしても、効果がすごく出るようになって、今はね、足の、太ももの方は、握ると痛いところあるんだけど、膝から下の方はどこも痛くない。そうなんだけどさ、まあ、それよりも、足がさ、だんだんマッサージしての効果ばっかりじゃないと思うんだけど、前はほんともうパンパンでさ、座ってもね、ほんと、なんて言うんだろう、なんだろう、お肉屋さんで売ってるさ、お肉の塊みたいな方さ、わかるかな？わかんないだろうな。まあ、死後硬直って言えばな。死後硬直って言えばわかる。まあ、なかなかさ、亡くなった方の体を触ったことある人はあんまりいないかもしれないけど、まあ、私もさ、かれこれね、いいお年なので、まあ、何回かお葬式も出たことあるし、まあ、亡くなった方のご遺体を触ることもあったんだけど、まあ、死後硬直ぐらいの勢いで足パンパンだったの。でもそれが今は、触ると、まあね、1センチぐらいは潜るようになったよね。そう。で、つまめるようになったもん、お肉が。そう。まあ、そうやってお風呂の中でマッサージしながら、体洗いながら、お湯が汚れたら、シャワーをかけて、頭をゴシ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 洗い、で、私はそのまま、体を流して、お湯も流して、出てきて、それからドライヤーで髪の毛を乾かした後に、もう一回お風呂場行って洗顔してる。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいかもしんないけど、なんかね、私はさ、もふもふのさ、かったいもふもふの泡で顔を洗いたいわけ。そう。私が使ってる洗顔の石鹸はもうもふもふの泡が作れるから、もふもふの泡を作って、まあ、簡単にもふもふの泡が作れるから、まあそれで顔を洗って、そっからスキンケアして、寝るみたいな。まあそんな感じなんだけど、基本的にお風呂入るのは寝る1時間ぐらい前。そう。布団に入る1時間ぐらい前。そう。ただ、まあ最近バタバタしてると、それよりも遅くなったりするかな。で、お風呂に入るのは、だいたい、10分から15分ぐらいかな。で、ね、寒くない時、そう、寒くない時は、うち、自動でさ、温まるようなさ、ちょっと高級なお風呂じゃないから、入ってるうちにどん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 ぬるくなるわけよ。そう。だから冬は体も冷えてるから、入った瞬間ぎゅっと温度が下がって、もうちょっとずつお湯を足しながら温度調整するんだけど、まあね、長く入ってるとそんだけ温度下がってくるから、まあ下がりきらない前に10分、15分ぐらいで、まあ、10分ぐらいでマッサージを終えて、15分、あと5分ぐらいで、頭洗って、まあ、流して出てくるみたいなのが、まあ、最近のパターンかな。そう。でも、真冬は寒いから、もうほんとさ、うちなんてほんと、ホテルにあるような、ユニットバスだからさ、その中に、もう、私がね、首まで、
潜ろうとすると足が出ちゃうみたいな感じ。もう首を取るか足を取るかみたいな感じの中で、もう縮こまってお風呂入ってるんだけど、満タンになると外に流れ、満タンになる前に外に流れるような機能がついててさ、だからね、お風呂入って溢れ出すことはほとんどないんだけど、時間が経つと、そっから流れて、まあ私の膝まで、膝まで、胸のあたりまでは、もうお湯がもうなくなりみたいな感じで、冬場なんかね、お風呂入りながらのんびりしてると、どんどん寒くなってくるみたいな感じ。そう。まあ今はそんなことないから、まあそんな感じだから、半身浴とかは、冬場はしない。夏場は結構半身浴。というか、まあ半身浴ぐらいのお湯を張って、だらだら本読んでる。お風呂で本読むの大好きなのよ。まあ、お風呂で本読むのは、まあ、もらってきた、どっかでもらってきた、フリーペーパーとか、そういうのばっかで、そう、前はね、お風呂落としてもいいタブレット使ってて、まあ、それで、タブレットを、Kindle を読んでたんだけど、まあどっちにしてもさ、今使ってるタブレットは、まあお風呂対応じゃないから、持っていかない。まあそれで、お風呂の中でも本はあんまり読まないようになったかな。ただ、結構ね、なんか寝れない時とかは足湯したりする。そう、足湯ぐらいのお湯を張って、そこに足を突っ込んで、まあ、本読んだりすることはあるかな。まあそれもまあ15分20分ぐらいかな。そう、まあそうやってるんだけど、お風呂入って、そう、まあそんな感じなんだけど、まあお風呂はね、睡眠の質を改善するというか、睡眠の質をね、高めるためにも効果あるから、やっぱ寝る前。で、睡眠ってさ、だんだん体冷えてる時に、冷えていく時に眠くなるわけよ。だからまあ、体ポカポカでお布団に入って、だんだん冷えていく中で眠くなるように私は調整してる。で、まあ私、今日は睡眠の話しないけど、お風呂つながりだと、まあ、お風呂上がった後、スキンケアしてお布団に入るまでの時間って、寒い時だとさ、もう急いでやる。そう、暑い時はだらだらやる。そう。で、まあ靴下は履かずに、外のね、お布団の外の方に足が出るような感じにして、まあ足は、足から徐々に冷えていくみたいな感じで寝るようにしてるかな。そう。まあね、幸いというか、冷え性、末端冷え性とかは私ないんだよね。そう。よっぽど寒い時はさ、もちろん寒い時はさ、手足冷えるけど、だからって日常的に冷えてないからさ、まあお風呂で十分体を温めて、代謝を促進して寝るんだけど、そう。まあ調べてみるとね、今日お風呂の話をしようと思って、ちょっとね、調べてみたんだけど、適切な入浴時間はっていうふうに調べてみて、ってみたら、まあ、41度から43度、結構厚めだよね。まあ、私のお風呂はだいたい41、2度はないな。40度か41度ぐらいだと思うんだけど、そして、10分から20分ぐらいがいいんだって。まあ、この時間で十分体を温めて代謝を促進することができます。入浴時間が長すぎると体を冷やして代謝が低下する恐れがあります。だから入りすぎてもダメだと。そう。で、重要なのは、お風呂を入る前に食事をとると、消化に時間がかかり代謝が低下するっていうことがあるの。お風呂はね、空腹時に入った方がいいみたいよ。私はね、寝る3時間前までに食事を終わらせてるから、まあ、だからこそね、変な時間にお腹減って、なんか食べたいモードになって、寝れなくなっちゃうんだけども、まあ、2時間経ってからお風呂入ってるから、まあまあ空腹ってことはないけど、まあまあね、食後すぐではないね。そう。もちろん半身浴も、まあ体のね、老廃物とかバンバン出せるからいいと思うんだけど、まあここには書いてないんだけどさ、ここには書いてないんだけど、汗として出ていく老廃物ってさ、そう、汗からね、汗から出る老廃物ってさ、実は、
汗の分量に対する1%か2%なのよ。汗が出る線と老廃物が出る線が違うらしくて、そう、サウナとかで汗かいて老廃物出してると思ってるのは、あれただ単に水分を 水分を垂れ流してるだけ、体の中の水分を外に出してるだけで、そう、実は全然デトックス効果はないっていうことを、まあ、知らない人がいっぱいいる。だからね、私は基本的にサウナは嫌い。サウナは大嫌い。まあね、入ったことはあるけど、まあ、サウナが気持ちいいとは思わない。そう、でもね、サウナ入って水風呂もジャボンって入るのはできないから、足だけ入れて、その後ポカポカするのは気持ちいいよ。確かに気持ちいいけど、まあ、あんな暑いとこで長時間、もう5分も10分もいるのは無理。そう。まあ、そもそもね、私大衆浴場でお風呂入るのは苦手なので、そう。まあね、誰もいない知らないところだったら、まあ、気にはならないけど、なんだろう。まあ、体いじってないので、まあ、男性の風呂入るわけじゃん。やっぱね、チラチラ見てしまうのよ。そう、裸を。うん、そうすると、なんかほっこりしたりもするわけよ。そう、まあ見放題ですからね、お風呂に、男性のお風呂入れば。まあ、そうするとね、なんか変な妄想モードになって、なんか夜寝れなくなっちゃうみたいなこともあって、まあ誰もいない大きいお風呂だったらいいけど、誰かいるようなお風呂はあんまり嫌だ。やだ。着替える時でも、着てるものがさ、もう普通の男の子とは違うから、もうね、そっからもう、お風呂場からなんかね、もう異質なものって感じで、目線を感じたりするんだよね。だからまあ、大衆浴場とかでお風呂入るのは、私はあんまり好きじゃない。そう。だからって温泉が嫌いってわけじゃないけどね。温泉は大好きだけど、まあね、部屋が温泉だったら最高。うん。でね、そんなわけで、お風呂の、もちろんダイエット効果も含めて、お風呂をそういうふうにやってる、使ってる。で、まあ、他にね、こんなことも実はやりたいんだけど、今日さ、本当は、町じゃなくて、土手のさ、草とかを取って食べてるんだ、みたいな話をしたかったんだけど、よもぎってみんな知ってる？まあ、知ってるよね。よもぎはよもぎ草とかよもぎ餅とかいろいろあるしさ、よもぎうどんとかもあるし、多分見ればみんな、あーって感じだし、多分さ、東京の都内のちょっとした道端でも生えてるよね、よもぎは。そう、日本全国どこでもあると思うんだよね。なんか何種類もあるはあると思うんだけど、そのよもぎ。私はさ、よもぎの香りがすごい好きでさ、よもぎを抜いてきて、天ぷらにして食べたりとか、お味噌汁に入れたりとか、お浸しにしたりとか、そう、まあそんな難しいことはしないんだけど、そう、刻んで納豆に入れたりとか、そういうの好きよ。で、よもぎってさ、よもぎ茶ってのがあって、よもぎをさ、摘んできたよもぎをきれいに洗って、まあ、お湯の中ポッと入れてさ、5分ぐらい煮立ってて、その煮たのがお茶なんだけど、煎じたお茶なんだけど、まあ、同じように、よもぎをさ、よもぎなんかね、もう土手に行けばさ、もう、取り放題なわけよ。今の時期なんか、まあ、新芽が出たばっかりだしね、これから伸びたって、上の方、伸びれば伸びるほどさ、摘むの簡単になるからさ、それを摘んできて、私はあれ、なんだっけ、お風呂じゃなくて洗濯するときの洗濯ネット、洗濯なネットに、大量にぶち込んで、お風呂の中で、もみ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 しながら、よもぎの香りを楽しんだりする。そう。まあ、よもぎ蒸しも、やったことあるけど、まあ、よもぎ蒸しは、ちょっと、めんどくさいからさ。そう。だからって、よもぎ蒸しのためにさ、フェイススチーマーとか買ってもね、私のタイプだと、よっぽどそれが楽しくなければ、まあ、一回やって終了なのよ。そう。どんなに効果があっても、どんなに効果があるって、目に見えるような効果があっても、多分、私的にはちょっと、その系は1回2回やって、
はい、終了って、いや、邪魔なんだけど、みたいになっちゃうパターンだから、まあ、よもぎ蒸しは、私は家ではあんまりやりたいと思わないの。まあ、ただね、よもぎを、まあ、よもぎ茶をさ、大量のよもぎ茶を作って、その中に私が入ってるみたいな。そんなことをやってる。まあ、よもぎ自体もさ、なんだっけ、美肌効果もすごいんだし、疲労回復もすごいし、そう、血行促進もすごいし、ほんとアンチエイジングもすごくて、まあね、美容系の万能薬草なのね。それがね、どこにでもあるのに、みんなどこでもあるのを、みんな草だと思って使わないっていうのはちょっともったいない。まあ、よもぎ蒸しもね、本当は3分か5分でいいんだけど、まあ、よもぎのお風呂なんかさ、入れた日には私はもうほんと30分ぐらい動かないよね。それがいいのかどうかって言ったらさ、また微妙だけど、でもまあ、それが楽しい。そんなやって、私は、今はお風呂を楽しんでます。皆さんもね、それぞれにいろんなお風呂が、の楽しみ方があると思うけど、まあね、それぞれね、ベースになるお風呂の、入り方っていうのはあるので、まあちょっとね、ググってみたりとか、チャット AI とかに聞いてみると、そんなすぐ出てくるから、まあそこをね、基準に、お風呂ライフを、楽しんでください。まあ、そんなわけで、いつの間にか30分喋ってますね。なので、今日はここで終わりにしたいと思うんですが、予定通りならば、明日こそ、道端で生えてる野草の話とかしたいんだけど、ただね、野草の話だけで30分話持つかっていうのはあって、もしかしたら明日は睡眠について熱く語るかもしれない。まあね、まあ普段食べてる食事の話はしたでしょ、入浴の話はしたでしょ、筋トレの話はしたでしょ。あとはというと、睡眠と、オートファジー。まあ、オートファジーは私は多分、ネットで検索する以上のことはあんまりよく知らないわけよ。そう、まあ、調べておくけども、まあ、そんな私より詳しい人山ほどいるんじゃないかなと思っています。まあ、だからまあ、どちらか、もしくはそれプラス野草が入ってくるかな、みたいな話を明日はしたいと思います。まあ、明日がね、今週最後の収録になりますので、また、熱いお話、熱いっていうか、沸騰しすぎない程度に、なんか、癒しまでいかないけど、まあ、私ね、やっぱ16時間断食の話すると熱くなっちゃうので、熱苦しい、爽やかな私の熱苦しい話を。明日もお楽しみください。まあ、そういうわけで今日は最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、お姉の16時間断食と M キャストのコラボ企画、明日もその路線でいきたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。まあ、お姉でした。またね。バイバイ。と言いつつ、このストップボタンどこだっけ？あ、これストップ。またね。本当にバイバイ。またね。明日。